というわけで現在 SNS で話題沸騰、プニルは可愛いスライムよりプニル殿を描いていこうと思うのである。まずは大まかにラフやポージングを決めて、こっから線画を描いていこうと思うのである。ポチポチとこうやって描いていきながら線画を描いて、はい完成なのである。では色塗りへ参ろう。ベースカラーを塗ったら魔王厚塗りブラシを使ってグリグリと色を塗っていき、基本的な陰影を描き込んでいこう。プニル殿の特徴的な紫から水色へのグラデーションを追加し、全体のバランスを整えたところで描き込みを行っていくのである。ここは透明感というよりも金属感になるような質感を描き、スライムっぽい質感とポップなキャラクターの可愛らしさを両立させようと思うのである。そして最後にハイライトを追加して、プニルは可愛いスライムのプニル殿の完成なのである。とても可愛いプニル殿を描かせていただき、非常に楽しかったのであった。前田くん先生、これからも連載楽しみにしておりますなのである。バイバイ。